レゼルビエは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏・バンデ圏のコミューン。アルエットのオカレゼルビエは人口において、県第3位のコミューンであり、面積では、県第2位のコミューンである。1960年にレゼルビエ、ルプティブール、アルドゥレの3つのコミューンが合併した。コミューンは、このように、バンデ有数の規模である。県北東部にあるコーボカージュ。 バンデン地方の中心地であり、歴史を持つ観光地アルエットの丘のふもとにある。コミューン内をグランメーヌ川が流れる。プティレ川はコミューンの東の境界を流れている。その起源以来、レゼルビエは道路交通に恵まれてきた。特にここには日本のローマ街道が通っていた。一つは、なんとローマ間の街道で、コミューンの北西から南東に向けて通っていた。二つ目は、 レゼルビエとモレオンをルプティブール及びバンデワティヌ地方高地を経由して繋いでいた。1195年にビリスでハーバーティス、1292年にアーバイタス、1354年にハーバーティスと記されていたことが証明されている。最古の綴りに見つけられるように実際にはゲルマン人の人名ハーバートスから来ている。かつて中世に しばしば人名として用いられていたエベールはエルベール家という仮名の中に生きている。サントンジュ地方からやってきたベネディクト会派修道士たちによって1130年精神的な柱であり農業と商業が行われていたクレーヌティエール修道院が創設された。6世紀後有名な恋愛小説マノンレスコーの数ページを執筆するためにアベプレボがこの地に移ってきている。 中世には、イングランドが進出し、ベルトラン・デュー・ゲクランの傭兵集団や、カトリック同盟やユグノー軍の軍隊と共に、虐殺や火災がついて回った。フランス革命時代は、レ・ゼルビエ一帯の暗黒時代にあたる。レ・ゼルビエの城で、バンデ軍の将軍たちは、フランスはド・シャレット・カトリック王党軍の最高指導者に選出した。二ヶ月後の百九十四年二月三日、 アメ将軍率いる地獄部隊がボカージュを追いつくし町に火を放った。20世紀初頭までに繊維製品や家具製造といった産業の発展とともにコミューンは徐々に成長していった。1970年代以降、レンゼルビエ経済は革新的な中小企業と多くの大企業を獲得したおかげで見事な成長を遂げた。コミューン内には フランス国内外の企業が多く本社機能を置いている。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をするものの重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2004年以降は NSEE、ドゥモアゼル陸上競技場を今日、 レゼルビエには、サッカー場や、栄誉あるラグビーの試合が開催される、陸上競技場など、多くの施設がある。スポーツの分野においてレゼルビエは、毎年10月に開催される、クロノデナシオンのようなスポーツイベントの作り方も、知っている。ありがとうございます。